皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内敬三です。本日は私の第二のふるさと綾部市が誇ります綾部グンゼスクエア綾部バラ園を紹介させていただきます。 JR 京都駅から特急で約1時間、 JR 綾部駅から徒歩で約10分のところにございます。この綾部グンゼスクエア綾部バラ園も6月1日から入場制限は解除されたんですけども、現在のところ入場にあたってはマスクを着用してくださいとのことですので、本日私もマスクを着用して綾部バラ園に入らせていただきました。今日も美しいバラがもう園内いっぱいに咲き誇っておりまして、いい香りが園内に漂っておりました。それでは本日は綾部グンゼスクエアの綾部バラ園を紹介させていただきます。もう一度グンゼスクエアの入り口から入らせていただきます。現在9時から5時まで、そしてマスクを着用してくださいとのことです。でこちらが綾部特産館といいまして、綾部のさまざまな特産品を販売しております。私もちょくちょくいろんなものを買いに行かせていただくんですけども、ここで買いましたグンゼ創業者畑野鶴吉様について書かれた遊佐の器という一冊の本との出会いが、私が畑野鶴吉様に惚れ込むきっかけとなりました。でこの左手が道光庵といいまして、もともとは軍勢創業者畑野鶴吉様は社宅に住んでおられたんですけど、その住んでおられた社宅を道光庵と名付けられていまして、その時の建物を一部こちらの方に、移してまた建てておられます。でこちらが軍勢スクエアの全貌です。結構ね広いあの敷地がございます。で左の奥の方に蔵のような建物があるんですけども、こちらが博物園といいまして、創業蔵、現代蔵、未来蔵の3つの蔵からなっておりまして、特に私、創業時代のものを展示している創業蔵に何度も何度も足を運ばせていただきました。ではこのトンネルをくぐらせていただきまして、綾部バラ園の方に入って行かせていただきます。この季節はまあ例年でしたらもう本当にたくさんの方が来園しておられるんですけども、まだ来園者が少なくて、まあその分本当にこの綾部バラ園を今日は満喫させていただきました。できましたらこの綾部バラ園の責任者の今村博樹さんがおられましたら、綾部バラ園についてまたいろいろとお話を伺えたらなと思ってたんですけども、お電話させていただきましたら今日は午前中に顔を出されたそうなんですけども、午後からはちょっとお仕事に行かれてお留守でして、お話を伺えなかったのは残念でした。この綾部バラ園2010年に開園されましたので、今年でちょうど10周年にあたるんですけども、開園当初から全て市民ボランティアの手によって作られて、そして今も運営されています。これが全て本当にボランティアの手によって、まあ、管理されているっていうのが本当に私は素晴らしいと思います。綾部バラ園の中央にはシンボルとしてアンネのバラが美しいバラを咲かせてくれてます。アンネのバラのアンネとはアンネの日記で知られているアンネ・フランクのことで、このアンネのバラと綾部がまたとても素敵なご縁で結ばれてまして、綾部市出身の大月武二さんが1946年に創設された聖イエス会の合唱団が1971年に海外遠征旅行に行かれた際、イスラエルでアンネ・フランクのお父様オットー・フランクと出会われました。そして翌年、友情の証としてこのアンネのバラが送られてきました。送られてきた中のただ一本だけが京都の嵯峨野教会の大月武二さんの庭で根付きまして、翌年初めて日本でアンネのバラの花が咲きました。
その後大月武二さんのご遺志を綾部市高槻町の山室隆一さんが継がれ、そして現在は息子さんの山室健二さんがまた一本一本大切にアンヌのバラをご自宅で育てられまして、全国に送られております。この綾部バラ園のアンヌのバラも山室健二さん寄贈によるものです。先日私も高槻町の山室健二さんのご自宅を太陽教会の伊達さんと一緒に訪ねさせていただきまして、山室さんが本当に一本一本アンネのバラを丁寧に優しく育てておられるのを拝見させていただきました。今年はコロナによる自粛期間、ステイホーム期間が長かったせいもあるんですけど、今日は久しぶりに綾部バラ園に行かせていただきまして、例年以上にこの綾部バラ園、そしてバラたちに、なんか私自身がすごく優しく癒されるのを感じました。この綾部バラ園は入園も無料ですし、綾部バラ園の管理も市民ボランティアの皆さんが手弁当で頑張ってくださってるんですけど、それだけにこの綾部バラ園に流れてるこの無償の愛みたいなものを今日はまた改めてすごく感じました。そしてそこには明治時代に軍勢を創業されました畑野鶴吉様、そして奥様花様の無償の愛のようなものが時代を超えて今もこの軍勢スクエア綾部バラ園に受け継がれているのではないかな、そんなことを今日はとても感じました。京都駅から JR の特急で約1時間で行けます綾部市の綾部軍勢スクエア綾部バラ園に、ぜひ皆さんも一度お越しください。本日は綾部軍勢スクエアの綾部バラ園を紹介させていただきました。これからも綾部の魅力をいろいろとお伝えしてまいります。